皆さん、おはようございます。ティンで、のミャクーボー、キングタクです。今日は世界の大晦日4カ国紹介します。これ大晦日が変わってますね。はい。日本は普通通りまあそば食べてですね。はい。デンマークは親族の友人の家に、ドアに古い皿を投げて、つけて割るという風習があるそうです。割れた数が多いほど、家族や友人が多いという証になりそうです。スペインでは年を明ける際に、 なる金を合わせて12個のブドウを食べると幸せになれると言います。金のなるスペースが早いので食べるのは大変なのだとか。はい。ボリビアは大晦日にコインを入れたケーキを焼きます。切り分けた際、コインが当たった人は良い年になると言われます。はい。ウルグアイやウルグアイでは大晦日に ビルの窓からバケツに入った水を落として通行人にかけたり、カレンダーを破いて巻く風習がいます。これ、ドッキリやん驚きやんはい、以上です。バイバイ。